ですね。はい、後半は木村さんと思ったんですけど、どんな思いで一緒にプレーされていたんでしょうか。いや、きつかったですけど、チーム一丸となって集中して守りましたし、皆さんの声援が耳に入って最後まで走り切ることができました。ありがとうございます。総合の強さの活動は大きく進んでいるんですか。そうですね、自信にしていかないといけないですし、まだまだ厳しい戦いは続けて、またいいゲームできればいいかなと思います。ありがとうございました。たくさんの皆さんでした。Thank you.